ペースビズキャスターの田中愛理です。宇宙ビジネス超入門、太田編集長よろしくお願いします。今回私からは有人実験施設希望とはという質問です。宇宙実験の施設ではどんなことが行われているのか、こう興味を持たれる方も多いかと思います。地球ではできないこう様々な実験が行われてるんですよね。本当そうだと思いますね、うん、で希望は国際宇宙ステーション ISS の中で、うん、最大の実験モジュールなんですよね、まあ、実験棟とも言いますけどね、うん、で周りには大気がほとんどなくてね、地上の100万分の1程度 の、 重力しかないんですよ。はい、で、まあ、すでに、うん、半導体とかね、あとはこうタンパク質の結晶生成実験なども行われているんですね。で宇宙から、うん、東京2020エールとか、うん、G サテライトって聞いたことあります？あります。G サテライトってガンダムとかシャーザックにこう搭載されている小型衛星のことですよね。そうです、そうです。実はね、この希望から、G サテライトは宇宙空間へね、放出される予定になっているんですね。で、実験だけではなくて、超小型衛星をね放出する機能もあるんです。で、また企業が希望を有償、お金を払って利用できる制度もあって、でその仲介事業を行っている企業も今もう出てきているんですね。へえ、いや、なんかこう私の持ってる知識がこうつながったような気がします。希望からこうさまざまなビジネスが生み出されるのが楽しみです。なんかこれからもこう発展し続ける未来っていうのをすごい楽しみになりますね。そうですね、ありがとうございました。皆さん、今回の質問はどうでしたか？また次回もお楽しみに。